つで始まりました。本日のえのん18歳の誕生日でございます。ということで今回はのえのんに誕生日プレゼント何がいいって聞いたら、動画を編集してアップしてくださいとのことだったので、こちらほのぼのが編集しております。初めてじゃないかな、のえのん番組ほのぼのが編集してるの。ということで今日これからのえのんのお誕生日会をするんですけど、のえのんあるものを誕生日プレゼントで購入してるんですけど、それはのえのんから紹介していただくとして、ほのぼのはこの動画プラスお高いケーキをご用意いたしました。イエイ。ということでまずはこのいつもの部屋をちょっとデコっていきます。ピンク色のガムテープを使ってハッピーバースデーと書いてあげましょう。バン、ハッピーバースデーのえのん。はい、ということで完成しました。こんな感じでガムテープでちょっと雑なところはあるんですけども、完成しました。でここからですね、ケーキ持ってくるんですけど、のえのんにケーキを選んでもらったんですけど、ろうそくが立てられない系ケーキだったので、バン、こちらを使ってちょっとあることをします。バン、ということでこんな感じで黄色い粘土の上にろうそくを立てました。のえのんにはこちら側からぐわーっとね全部吹いてもらいたいと思います。これで吹けなかったら良い年は送れないよ。いうお話です。それではご本人に登場していただきたいと思います。のえのん。何わかんないね。何なんでいきなり呼んだの。こんなやすやすやすのえのんです。ということでですね、本日の動画はなんとほのぼの編集ということで、ほのぼの編集の動画はのえのん番組初でございます。のえのんの誕生日ということで、のえのんから依頼しました。今年の誕生日プレゼントなんですけれども、今日ほのぼの編集時間すごいかかるかなと思って、3月の28日、私誕生日4月14日なんですけれども、まあ、これにはわけがありまして、なんかリーサさんの動画を見てて、その時にね、で私ずっとお財布、ボッテガのマミコのお下がりのを使ったんですけど、長財布でちっちゃいバッグ使うことが多くなって、ほのぼのから借りてるサンキューマートのを使ってて、でマミコとかパペコにももうそろそろなんかいいの持ってもいいんじゃないっていう提案をしていただいて、え、じゃあいいですかって言って買ってもらっちゃいました。で今こういう状態なんで後で紹介します。ブランドです。ケーキもねこれにセッティングしちゃったので、拭いてもらってからお願いします。じゃあちょっとライター持ってきて、これちょっとのえのん映るかわかんないけど、これちょっとあ今日の主役で、主役だからね今日ね。じゃあもう電気消します。マジ、はい、いくよ。あ楽しみ。怖い、ちょっと助けて、ちょっとお願いします。反応が面白い。暑いよ、大丈夫。親指がちょっと痛くなっちゃって。大人見ましょう。うん、大人行きます。全部消せます。おお、惜しい。はい、もう一回。痛い。もう一回、行きます。シャー。一回やりたい。やるの？ほのぼの行きます。あ？行きます。じゃあこれで消したらうち今年幸運ね。なんかお前誕生日だよ。今の違う。さあ、宇宙から半日だ。さあ、宇宙から半日だ。あ、無理だ。今年幸運です。使ってあげます。今の言葉使ってもらうためにやってんで。ということでお祝いできたと思うんですけど、ケーキの方ご紹介します。なのでこれちょっとケーキします。嘘でしょ、立ち位置も変わって。はい、ということでこちらが私が買ったどういうのが欲しいって言ってたケーキです。ちょっと待って、イチゴ落ちてる。今回はネームプレートとか書いてないです。まあまだ2週間あるんで、ガチな日はガチな日で、マミコが買ってくれるって言ってるんで、今日は普通にデザート的な感じで。うち編集時間かかるから見てください。巨大マカロンなんだけど、これめっちゃいいお値段するし、しかもいつもうちらが買うケーキよりも全然ちっちゃいの。それプラスレジがめちゃめちゃ混んでて、ここがケーキ屋さんだけだよなって言ってたんだけど、混みすぎてたからね。私そこの店だと思わなかったんだけど、なんと大行列のケーキ屋さんでした。並びました。パピコがうちも並んでよ。ありがとう。本日の主役です。あ、これサムネがめっちゃいいよ。あんたがサムネ作るの。うちが作る。え、私作りたい。じゃあお願い。18歳になっちゃったみたいな感じでいけない。18歳になります。なりますの回です今日は。じゃあはい、サムネ。何そんなおしゃれで決める。あんたがおしゃれで決めてどうすんだよ。お祝いしろよ。じゃあプレゼント買ってもらえなかったなーってしょぼんだから。
あー、いいじゃんそれ。一番ね、インスタで好評だった写真が、私がスマホ買った時にホノちゃんが泣いてる写真が。しかもさ、今日さ、伊勢丹に行ったの。まあさ、みんながさ、ちょっと MCM 見に行くか、買わないのにね。これはるちゃんが欲しいの。欲しいけど、買ってくれんの逆に。へーって思ってから。しかもそれね、1回目マメコとしたの。2回目ね、ファミコも連れて行ったの。そう、マメコがファミコ呼んで、これだってほのちゃん欲しいの。これだって。なんか逆に買ってくれるんですかと思いながら。で、私の買ったものを紹介するね。待ってね、今サムネ撮るよ。本日の主役が見えてほしい。サムネこだわり系 YouTuber だからさ。でもね、これちょっとおしゃれすぎてセブンイレブンの袋に見えてもおかしくないんでね。オッケー。ケーキちょっと家族で食べるので、これも見納めです。納めてください。あたりは内側ちょっとチラッとだけね、リビングで撮っといて。ということで、改めてのえのお誕生日おめでとうございます。それではいただきたいと思います。これもちっちゃいのでつついちゃおうって話になりまして、続きます。ここ行きます。マカロン本当大好物なんです。こんなに大きなマカロンが食べれるなんて幸せ。大きな一口でいっちゃって、いっちゃって、うわぁ、かわいいことして。うん、うん、うん、マカロン。ということで、充実した1年を送ってください。ありがとうございます。ちょっとここに置いとくね。私の買ってもらった誕生日プレゼントなんだけど、マルジェラをデビューしたいということで買ってもらいました。マルジェラのお財布でございます。メゾンマルジェラでございます。なんか1から23まで書いてあって、そうそう、なんかパティが店員さんに聞いてた、またこれってそこもパパだから伊勢丹アラーなんだけど、伊勢丹アラーじゃない、パパアラーパパアラー。パピコが聞いてた時に、靴が23なんですよって店員さんが言ってて、なんか0から23の種類があるらしくって、あとですね、ヌーナーが買ったところ、うちが持ってたところとちょっと違くって、うん、MM6 って書いてあるところだと思ってたの、うんうんうん、でも全然違かったね。そう、なんかそことは系列が一緒なんだけど、まあ、もちろん多分コンセプトとかも一緒なんだけど、でも MM6 って書いてあるブランドと、この番号が書いてあるメゾンマルジェラは違うらしいの。その MM6 っていうお店とメゾンマルジェラのお店別々にあって、伊勢丹の1階のところかな、バッグとお財布が売ってる階があるんだけど、そこで欲しかったブランドのお財布を見たんだけど、種類が全然なくて、まあ、どうしようと思っていろんなとこもあったの。いろんなお店見たんだけど、上の階とかに行くと店舗ごとにあるのよ。バーバリーだったらバーバリー、グッチだったらグッチっていう店舗に分かれてるんですね。で、そこで何店舗か回ったんだけど、グッチも行ったよね。グッチ行ったの。グッチのお姉さん優しいんだけど、でも私やっぱああいうの慣れないわ。買わなきゃってなっちゃうよね。なんかグッチのお姉さんすごい優しくって、ではどういうお財布を探しなんですかって言って、ちっちゃいお財布、そもそも誕生日で買ってもらいに来たんです。あ、そうなんですね。レザーとかですかとか言われて、別にグッチ買おうと思ってなかったんだけど、でも財布私が欲しかったのはなかったから、いろんなお店回ってて、でその時にグッチ行って、で出してくれたんだけど、私のこの見てる引き出しの中に金色のめっちゃ可愛い財布があって、で大体こう出してもらったのとかも、私が欲しかったサイズのコンパクトのは平均大体5、6万だったのよ。そうなんだと思って、下の引き出しに同じ形の金色のやつがあって、あ、これめっちゃ可愛いじゃないですかって下から出したら、それだけなんかトカゲ、トカゲの皮を使ったキンキラですんごい可愛いのがあって、で値段見たらそれだけ飛び抜けて高くて、いくら？12万。すっごい悩んで、でマミコもこんだからだったらその金がいいよねってか言って、もさすがにちょっと12万は取れないよって言って、ですごい悩んで、ごめんなさい、ちょっともう一回考えてみますって言って、で歩いてたらこのお店があって、で入ったんですよ。でマミコといいなって言ってたお財布探してたんですけど、ショーケースの中ではなくって、でマミコがこれ以外に種類ってあるんですか聞いてくれたんですよ、お財布。そしたらあって、マミコとお揃いで色地で買ったんですけれども、マミコも3月31日に買えると縁起がいいって。じゃあうちも買えようかな、グッチのチェリーがついてる。誕生日だからね、私は買ってもらったろ。色がね、3種類あって、黒とピンクとグレーがあって、マミコは黒だなって言って、私はピンクとグレーですっごい悩んで、すんごい悩んでグレーにしたんですね。そしたら、これ限品限りになってしまうんですけれども、いいですかって。全然いいですよって言って、限品限りの買いました。こちら、でれん、やばくないですか、私がこんないいお財布持っちゃって、後ろにこんな風に書いてあって、11番に丸がしてあります。もう触り心地がよろしいの。匂いもすっごい高級な匂いして、ここに小銭が入る感じ。ほとんど入んないってことで。そう、マメコも言ってました。あ、じゃあその入らなかったことにちょうだいね。あげません。顔なしに食わせるんで。こんな感じです。高級ソファーみたい。座れるんじゃないですか、うん、座れると思う。置いてみていい？
やめてください。すごい可愛いお財布をゲットしました。人生で初めてグレーと黒が一番人気だったらしくて、一個言いたいことある。パパが今ねオフホワイトのお財布使ってるの欲しいなと思いました。パピコのオフホワイト早く変えてくれないかな。オフホワイトも見たよ。オフホワイトも見たんだけど、31日にパパもぜひ変えてみてください。もんだよね、男の人って長財布使いがちだけどさ、女子って短財布使うじゃん。なんでかわかる？短財布使うかバッグがちっちゃいから。その通り。パパも短財布買ってほしい本当に早く。っていうことで今回はのんのんのお誕生日をお祝いしましたっていうお話です。ほのちゃんって書いてあるけど、これぼのちゃんじゃん。ぼのちゃんこちらのケーキもものすごく高かったのでめっちゃ感謝してます。あ、そうそう、うちがそれとりあえず買ってでもお金なくなっちゃったかなみたいな感じかな。8月1日が楽しみです。これ14日にアップされているということで、のんのんへのお祝いコメント本当に皆さんありがとうございます。そっか、ありがとうございます。でホームの最後編集に決めてたことがあって、のんのんちょうど去年の4月14日に楽曲リリースね、フィルリーズプンクターター出してたと思うんですけど、それをフルで見ていただきたいと思います。視聴者さんに1年経ったけどどう？本当はもっと音楽活動したいの自分も。でもやっぱり1曲作ってみて分かったのが、めっちゃ時間かかるの。1曲作るのに半年かかるから、年に1回とかしたいけどでもやっぱ難しかったから、もうだから大学生になって超暇になると思うから、そしたらめっちゃ曲更新する。今年の抱負みたいに出なかったんですけど、今年はもう受験頑張っていただいて、受験終わった瞬間に曲をマジでリリースしたいんで、もうやっぱ音楽活動を続けたいので、のんのん的に。なんでちょっと音楽頑張りたい。ホームのフィラリーザプンクターターめちゃくちゃクオリティ高くてすごくいい曲だと思うので、誰ミス今度新曲もね早く聴きたいなと思うんですけど、それよりも受験頑張れよって。だよね、ねここ見てくれた？ハッピーバースデーのえのん、うん、ちゃんと見た。ああ、ピーが入んなかったからハッピーの2乗いけるんだけど、ピーの2乗とか使っちゃって。ということで改めてのえのお誕生日おめでとうございます。ありがとう。それでは聴いていただきましょう。のえのんでピロリージャパンクターター M ステ待ってます。
くなり響く音透明なノイズなら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 世界このアドレス